私、レノボジャパンでワークステーション製品の担当してます林と申します。本日はお忙しいとこといいますか、食事中、お時間をいただきまして、10分ほどお時間いただきまして、レノボのご紹介をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まずちょっとですね、ちょっと流れてしまいましたけれども、オートデスクユーザー会の榊さんがですね、弊社のレノボのですね、世界最小のワークステーションであります P320 タイニーという製品をちょっと一度ご紹介いただいたので、それをですね、ちょっと動画で放映させてもらいますので、ちょっと1分だけちょっと見てください。私は、オートデスクのユーザーグループの、事務局長と、ハードウェアのマネージャーを、やっています。今回レノボジャパン様から P320 タイニーという非常に小さい製品の評価を依頼されまして、オートデスクのオートキャド、レビット、ナビスワークス、インフラワークスの、製品の評価をさせていただきました。オートキャド、の中ではもちろん 3D のモデルは非常に、スイスイ回りますし、ナビスワークス、インフラワークス、レビットの、各種 AEC 製品も、非常にスムーズに動くことを確認しましたので、非常に良い製品ということは、間違いないと思います。またですね、拡張性も、メモリーが 32GB まで、ストレージも 1TB の SSD が2枚まで、あとは画面もですね、4K のモニターを6画面まで出すことができますので、非常に拡張性に優れた製品で、こんなに小さいのに、そこまでいけるのかという製品です。またですね、最近のビムシムの土木の現場、建築の現場でスペースがないところも、このようなワークステーションのモバイルのものを置く面積よりも非常に小さい面積で設置することができますので、私の今までの経験といろいろ加味しまして、結論的にはもう実務で、ビムシムのエントリーを超えるぐらいまではもう十分使っていただいて問題ないと思っております。オートデスクユーザーの皆様に非常に安心して使っていただけると思います。はい、ちょっと、宣伝の意味でおりましたけども、ご清聴ありがとうございました。今ご紹介したのがですね、 P320 タイニーというですね、この世界最小のワークステーションになります。非常に小さくてですね、1リットルサイズで 1.3 キロしかなくてですね、実はですね、これ、デスクトップなんですけども、筐体の後ろにですね、アンテナ、ちっちゃい、可動式の5センチぐらいのアンテナをつけるとですね、ワイヤレス、Bluetooth も使えますので、AC 環境があればどこでも置けると。でたまに私バッグにも入れちゃってですね、もうモバイルワークステーション状態になっちゃうと。だからキーボードとかマウスとかがある、例えば会議室とかに、ちょっと自由に持っていっていただいて、オートデスクを稼働できるということで、非常にですね、ご好評いただいております。で、ちょっと私のセッションにおいては、この書いてあります通り、ものづくりの現場に働き方改革をと題しまして、お話ししたいと思います。まずですね、まずレノボのまずご紹介と、そしてワークステーションの紹介、そして他社さんとの違いという形でご紹介します。レノボっていう会社ですけども、実は売上規模としては約 4.6 兆円ですね。そして社員数としては5万人規模と、世界の160カ国で一応従業員がおります。で、あとですね、拠点ですけども、本社の登記しているところは香港にありますけども、開発の拠点という形になりますと、北京と、あとですね、ノースカロライナ州、アメリカのですね、ラーレというところと、あと日本のみなとみらいにあります大和研究所、この3箇所で開発をしております。で、特にですね、今こちら、シンクパッドっていう製品、名前聞いたことあると思うんですけども、
このシンクパッドは、まあ、みなとみらいで作ってます。で、世界に供給しているというような形です。で、レノボって、実はパソコンだけじゃなくて今さまざまな商材を展開しています。私自身はワークセッションしかやってないんですけども、まあ、最近ですね、どん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 いろんなものが出てきて困ってます。一つはですね、VR、AR というところですね、機器を販売始めました。単体でも VR、今までですね、VR というとパソコンにヘッドセットをつけてケーブルがあってですね、というような非常にハイエンドな VR がありましたけれども、最近はケーブルなしでもう単体でっていう形で、しかもそのセンサーとかも置かなくてヘッドセットヘッドマウントディスプレイだけで動きを稼働チェックしてですね、非常に VR もですね広がりつつあるかなと思います。あとアシスタントですね、こちら右下にありますような、これは Amazon のアレクサですねとコラボした形でやってます。あとこちらの VR ヘッドセットもですね、ウォルトディズニーさんと提携してコラボしたりとか、あとスマホ、これはですねモトっていうですねモトローラのスマートフォンっていうものもレノボの方で手掛けてます。でもっとややこしいのがですね、ちょっと、この状況です。最近ですね、富士通さんも、一緒になっちゃいました。でうちの社内の人間でもあまりよく分かってない、分かってますか？ですね、先月ですね、富士通のパーソナルコンピューターという会社をですね買収しました。で、今まではですね NEC とレノボグループという形で動いておりまして、あとはサーバーの部門でありますレノボエンタープライズソリューションズという会社ありました。日本においてはこのですね下の3つが同じ社屋で隣同士の席で仕事してますという非常に不思議な状況があります。で、ですね、この富士通さんどうなのかというと、これは別の会社ですけども、外から見ると、日本以外から見るとこのグループ各社はみんな同じ会社のグループ会社になります。で、何が起こるかというとですね、調達能力が高まります。ワークステーション、パソコンもですねみんな同じものを使ってます。CPU はインテル、グラフィックスカードは NVIDIA、まあ、AMD もありますかね、サムソンのディスク、さまざまな、メモリーもですね、そうですけども、共通のコンポーネント、同じものを使ってます。で、その、ボリュームが増えるとですね、非常にコストを下げて、幅広いユーザーの皆様にお届けすることができるということになります。日本においてこの3社合わせると約 50% のシェアになります。ですので、より多くの皆様に、より、コンピューティングの体系をですね広めるためにも、こういう合併とかですね吸収とかいうことが繰り返しされています。で、富士通さんも一緒になったということになります。で、レノボのワークセッションという単体で言いますとどうなってくるかというと、開発は先ほども言いましたようにラーレというところと、あとはみなとみらいのこの2つのデスクトップとノートブックの2つの拠点で開発して皆様にお届けしているということになっています。時間もないのでちょっと駆け足しますけども、ワークセッションラインナップもですね、幅広い製品群で展開しています。一つはですね、こちらにあります P52S という製品ですね。こちら15インチなんですけれども、非常にですねスタイリッシュで、で、後ほど説明しますけども、なんとですねこちら業界最長だと思います。25時間持ちます。で、ホットスワップ対応してますので、パソコン立ち上がっている最中にもう1個のバッテリーが内蔵してますので交換することもできるんですね。で、25時間も働けますか？分かりません。私絶対働かないですね。で、あと、1日、どんなにフル稼働してもですね12、3時間かなということで、 AC アダプター持ち歩かなくてもこれ1台でどこでも使っていただけるかなと思います。ですから、今までパソコンの前、デスクトップの前で会社のデスクで、作業されて業務された方に、
働き方改革をということで、こういったモバイル製品に弊社は非常に力を入れていて、 AC と一緒の重さも考えて、どれだけ軽くそして長時間安心してご利用いただけるかというところを非常にこだわって作っております。で、あと先ほどご紹介したタイニーですね、これ世界最初のデスクトップとか、まあ、あとは、まあCPU が2つあるものとか、さまざまなものがありますけれども、まあ、幅広いお客様、ユーザー様のニーズに応えるべく、ラインナップの方を広げて、選ぶ選択肢をお届けしています。で、あとはダウンタイムってところですね、使った、買ったはいいけども、まあ、先ほどマーフさんもそうですし、HB さんもそうですけども、まあ、やっぱり買った後の安心感というものをどれだけ届けるかというところになると思いますし、使っている最中にどれだけトラブルシューティング早くできるか、そこも重要だと思っています。なのでシンクパッドの生みの親でありますみなとみらいの工場、研究所では、ノートだけじゃなくてデスクトップもトーチャーテストします。ですね、どんなトーチャーテストかというとですね、まあ、要はこれメカニカルにドーンドーンドーンってですね、振動をですねずっとかけてたりとかですね、デスクでするのかということ、まあ、輸送時の安心感ですね、届いた時にちゃんと問題ないかというところもありますし、こういったトーチャーテストしたりとかですね、あとはファンを極力小さくします。回るものって大体壊れます、まあ、ハードディスクもそうですけども、ファンも回るんですけども、ファンの回転を遅くしてファンの数を少なくして、そうすると何が起こるか分かります？静かになります、故障率減ります、電気代が減ります。こういったいいことづくめがあって、さらに言うと故障率が減るということですね、いうこだわってます。これはノートもデスクも一緒です。でエアフローも考えてますし、先ほどご紹介した世界最小のワークステーションも小さいけども大丈夫かと、これグラボも入ってます、しっかり P600 っていう、大丈夫です、ちゃんとテストしてます、10項目、このようにですね、まあ大金とか、まあ、過酷な場所で使ってもいいように、まあまあ、電パルス、衝撃とかですね、メカニカル衝撃とか高温低温とか、さまざまなトーチャーテストも、こういう小さなモバイルの、モバイルじゃないですね、これです、これはデスクトップです、はい、デスクトップでもやってます。あと先ほどご紹介した P52S っていうのが、まあ、先月出たんですけども、まあ、この25時間というですね、驚異的な、まあ、バッテリーの駆動時間であったりとか、あとこれから出てくるんですけども、これ来週ですかね、これも未発表製品ですけども、ご紹介しちゃいますけども、この 52S じゃなくてただの52っていう製品も、これはレノボ史上最強のモバイルワークステーションが出てきます。これ何かというとですね、普通グラフィックスカード、グラフィックスカードって言って分かりますかね、グラボですね、グラボの種類っていくつかあるんですけども、非常にパワフルなP3200 っていうものと P2000 っていうものと P1000 っていう、この3つのレンジから1つ選べていただきます。ですね、CAD だけじゃなくって解析までされていらっしゃる方、P2000 とか P3000、4000とかされている方、これもこのモバイル1台で対応できるようになっちゃいます。あとこれ、VR も対応するようになります。で、あと画面もめちゃくちゃ綺麗です。こういったですね、非常にこだわったパーツ、そして性能とか機能とかもふんだんに取り込んだ製品が出てまいりますので、しかもお安く出しますので、ぜひですね、レロボのドアをちょっとノックしてみてください。あとです、最後のところですけども、あと他社さんがやってないところであろうかなと思うことを2つあります。1つはスマホで診断、アンドロイドでも、アップルの iOS でもいいんですけども、アプリを入れていただいて、そしてですね、パソコンの前にシステムダウンの時に、パソコン立ち上がらない時にですね、押していただくと光がポッポッと出て、そうすると音が返ってきます。その音聞いて、これどこが問題だってことを教えてくれます。システムダウンの時でも大丈夫ですという機能。あとですね、これも他社さんも一部あるんですけども、大体ですね、アプリを入れていると自動的に性能を最大限に発揮させるためにですね、いろんなチューニングをソフトが、HP さんにしろデルさんにしても入ってますけども、弊社製品はそれだけじゃない。このアプリ、インベンターはこのコアとこのコアとこのコア使ってくださいとかですね、
CPU のコアにアプリを割り当てることができます。そうすると何が起こるかっていうと、干渉されません。その CPU のコアは他のコアに使ってくださいというのもできますし、そういうことによって性能を最大限発揮することができると。オートキャドやりながらインベントやる、全然ありです。でもそれにさらにコアを割り当ててあげることによって最大限のパフォーマンスを上げることができるという機能が弊社の、まあ、ちょっと差別化のある提案というか機能になります。まあ、こういった形ですね、まあ基本のコンポーネントも同じですよね。 CPU とか、ね、まあ、メモリとかディスクとか、あ、みんな同じコンポーネントですけども、弊社は買った購入された後にどんなあの差別化をお客様に提供できるかということを非常にこだわって、製品開発そして展開してますので、ぜひですね、もし気になる製品とかありましたら、レノボのウェブページなり私なりにお問い合わせください。私からのセッションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。